はい、こんにちは、林です。いやもうね、梅雨ももうちょっとで明けそうだなっていう季節になってきましたよね。まあね、今はね、まだ全然涼しいね、時期だと思うんですけれども、まあ8月になってくるとね、もう日本はね、もう35度以上超える、こう猛暑日って言われるね、季節になってしまいますので、まあどんどん暑くなっていくわけなんですよね。ってことで今回はですね、無印良品で買える暑い夏を乗り切る神アイテム5選っていうことでね、無印良品で買える、まあこのね、暑い夏をね、乗り切れるような素晴らしいアイテムをね、僕が実際に使ったことある商品だけをこう厳選してね、今回は皆さんにご紹介していこうかなと思います。まあね、無印良品ってやっぱり結構こう夏物とかもね、いろいろ販売されてるんですよね。まあその中で、まあ僕が実際に本当に使ったことある商品だけを今回皆さんにご紹介しますので、まあそこはね、ぜひご心配なくっていう感じですかね。まあこんな感じで僕のチャンネルでは無印で買った商品の紹介とかやってますので、まあ気になる方はぜひチェックしてもらえたらなと思います。それではね、早速本題ですね、無印良品で買える暑い夏を、乗り切る神アイテム5選、早速行っていきましょう。はい、ということで早速ですね、この暑い夏を乗り切る神アイテムっていうことで、まあ、無印良品で買えるね、暑い夏を乗り切れるようなアイテムをね、5つ今回ご紹介していこうかなと思います。ってことでまずはですね、やっぱりこれですね。はい、アクリル冷水筒ですね。まあ皆さんこれ結構ご存知の方多いんじゃないかなと思います。本当はね、これ昨年の12月ぐらいにちょっと不具合が起きてですね、一時期販売休止していたんですけれども、まあやっぱりね、うちで作る麦茶、もうこれがね、美味しいんですよ。で、僕もですね、実際これ麦茶作っておりまして、今ですね、ここ開けるとですね、ここにね、パックを入れられる部分があるんですよね。ここにですね、はい、これ。なのでここに1リットル用のパックを2つ入れて、このアクリル冷水筒が2リットル分なので、まあ、2リットル分のこの麦茶をですね、水出しで作ることができるっていう感じになってますね。まあ、実際にね、お茶のこのパックはね、もうスーパーで売ってるよりも安いものなんですけれども、まあ、1リットル分を2つ入れることで、まあ、こんな感じでね、もうあとはもうパックをセットして水を入れて、もうだいたい 4,5 時間冷蔵庫で入れるだけでしっかりと麦茶ができますね。ですごく美味しいです。でこれのね、水筒の特徴としては、これ横にもできるんですよ。こんな感じで横にもできて、しかもね、こう水が垂れないっていうのがね、すごくいいポイントだなって思うので、まあ、例えば冷蔵庫とかね、こういった飲み物を入れるような側面のホルダーあると思うんですけど、まあ、そこに入らないときはもう横置きをして、まあ、そのままね、冷蔵庫の空いているスペースに収納するっていうのが、まあ、一番いいんじゃないかなと思います。ってことで、まずはこちらのアクリル冷水筒ですね。僕が持ってるのが、2リットル用です。これが790円で、1リットル用も販売されています。1リットル用が690円で、こちら詳細の動画もね、アップしておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では次なんですけれども、次はこれです。はい、もう先日紹介したばかりのステンレス保温保冷マグになります。これがね、990円で買えるんですけど、まあやっぱり冷たい飲み物をずっと冷たいまま飲みたいですよね。ってことで僕はこれをおすすめします。この、保温保冷マグはですね、 200ml の飲み物が入る容量なんですけれども、まあ僕はですね、まあ、よく外出前にこの中にね、自分で作った水出しのアイスコーヒーを入れて外出するようにしています。でそれをね、会社とかで飲めるようにはしているんですけれども、まあやっぱりね、この水筒にですね、水出しのコーヒー入れると 5,6 時間経ってもね、本当に冷たいまま飲めるんですよね。まあなので、もうちょっと外出する時だったりとか、今やっぱりこうペットボトルを減らしましょうってことで、こうエコでっていうことで、まあなるべくね、こういったマイボトルマイ水筒を持ちましょうっていうブーム来てると思うんですけれども、まあペットボトルって正直ね、まあ買った直後はね、めちゃくちゃ冷たい飲み物飲めると思うんですけど、まあ30分も経てばね、もうぬるくなってしまうじゃないですか。まあだけどこの水筒を買っておけば、まあ、まずエコだし、そしてもう冷たい飲み物が 5,6 時間経っても冷えたまま飲めるっていうのはすごくいいポイントかなって思います。でこれ開けると飲み口もこんな感じですね。本当に、はい、こんな感じなので、まあ、正直ね、そんなに掃除の手間もかからないかなって思います。ちょっとこうブラシを買ってこう掃除するだけなので、そこも大丈夫かなって思いますし、あとねこれ結構コンパクトです。本当にまあちょっとポケットに入れる分はちょっとね、太いかなと思うんですけど、例えば僕が持ってるこの無印のですね、リュック、これあるんですけど、ここにねぴったり入ったりするんですよね。あ、ちょっとここ物入れてましたね、すみません。はい、ここですね。
ここにこんな感じでぴったり入ったりもするので、まあ、持ち運びもすごく楽だなっていうふうに思います。あとですね、無印って今給水サービス始めてるじゃないですか。まあまだ限られた店舗にしか給水スポットないんですけど、まあその給水サービスでもこちらのマイボトル使えますので、まあちょっと水が欲しいという時にはまあ無印に行って給水サービスでこのステンレス保温保冷膜に水を入れて、まあ水をね確保するっていうこともできますので、まあそんな感じで活用するのが一番いいんじゃないかなって思います。ってことで、まあこれのおすすめポイントとしては、まあ冷たい飲み物を長時間飲めるっていうことですね。ってことで、こちらのステンレス保温保冷膜ですね、これが990円で購入することができます。はい、じゃあ次はですね、こういった商品です。はい。これはですね、宮崎風冷汁って感じなんですけれども、無印のレトルトで、冷たいまま食べることができるっていうラインナップあるじゃないですか。っていうのが今回おすすめの3番目になりますね。まあ今回はこの冷や汁がちょっと家にあったのでこれを紹介しているんですけれども、まあ他にもね、まあ冷やしかけるごま味噌担々スープとか、なんかいろいろ種類あるじゃないですか。まあやっぱりああいった冷たいまま美味しいというレトルト食品も、まあこの夏をね、乗り切る、まあいいアイテムになるんじゃないかなと思います。僕ですね、ここにはちょっとないんですけど、そのごま味噌担々スープ冷たいまま食べられるっていうのが本当に好きで、もう家でね、例えばこう麺をね茹でて、それをこう水で締めて、でそのごま味噌担々スープをかけて食べるとめっちゃ美味しいんですよね。冷やし担々麺がこう手軽に食べられるというか、まあそんな感じでね、無印のレトルトもアレンジ次第ではすごく美味しいものにも早変わりしますし、まあ、あとね、冷たいまま美味しいっていうのはね、これはねすごく神アイテムだと思うんですよ。普通ね、食べ物ってこう冷えたらねあんまり美味しくないというか、なんかね、こう、微妙だなっていう味だと思うんですけど、冷たいまま美味しいというのはそれ本当に美味しいっていうことなので、ぜひレトルトですね、いろいろ探してみたらそういった商品普通に売ってますので、チェックしていただきたいなと思います。まあ僕は今回この宮崎風冷や汁なんですけど、これね、視聴者の方から、昨日ライブ配信をした時に教わったんですけれども、この冷や汁だけ食べても美味しくないので、まあここにね、写真に写ってるように、まあ、みょうがだったりとか、きゅうりとか、豆腐とか入れるとすごく美味しいって言われましたね。ちょっと僕はきゅうりが苦手なので、まあ僕がこれ食べるとしたら、豆腐とほうれん草を入れようかな。うん。ほうれん草をちょっと入れてみようかなと思います。するとね、ちょっと美味しい冷や汁にこのご飯食べられるんじゃないかなと思いますので。ということで、3番目はですね、こちらの、まあ冷やして美味しい、まあそのままね、かけても美味しい無印のレトルトですね。僕のおすすめは、ごま味噌担々スープです。ぜひ、今度無印に行った際にですね、チェックしていただけたらなと思います。はい、ちょっといきなり登場したんですけど、では次はですね、やっぱこのサーキュレーターですね。まあ無印といえば、まあ夏はサーキュレーターみたいな感じで、もう今ね、店舗に行けばね、もう入り口にサーキュレーターがバーンってこう飾られているような感じで、まあ皆さんもね、よく見る商品だと思うんですけど、僕はですね、サーキュレーターの小さいサイズを買いました。で、はい、これがね、風の1番目。で、2、3っていう感じでね。まあ、風をね、送ることができるという商品になります。まあ、僕の場合は基本的にもう、家のエアコンはずっとつけっぱなんですけれども、まあ、これをつけるときはやっぱ夜ですね。まあ、まだそんなにね、夜は暑くはないんですけど、まあ、これから熱帯夜になってくると、まあ、それこそ結構暑くなってくるのかなと思うので、夜寝るときにはこちらのサーキュレーター回そうかなと思います。まあ、これがね、4990円だったかな、確か。うん、それぐらいだったと思うんですけれども、そうですね、4990円ですね。ちょっとね、付け加えて言うならばタイマー機能とかが欲しいなっていうぐらいなんですけれども、まあそれはね、僕のスマートスピーカーに対応する電源プラグを買って、まあそれでタイマー設定とかもぶっちゃけできるので、それは工夫次第かなっていうふうに思っています。こちらのね、やっぱ扇風機サーキュレーターももちろんおすすめなんですけど、まあ僕もね、8月ちょっと買おうか迷ってるものがあって、まあそれがですね、ハンディタイプの扇風機ですね。まあよく最近こう流行ってるやつあるじゃないですか、こう手にこう持って扇風機、あれが意外とね、昨日無印で試してみたら、あれこれ意外といけるんじゃないかって思ったので、まあハンディタイプの扇風機をまた買ったらね、ちょっと皆さんにご紹介はしておこうかなと思います。ということで、こちらのね、サーキュレーター、まあやっぱり暑い夏を乗り切るって考えると、このシンプルですごくスタイリッシュなこのデザインの扇風機、まあ一個ね、家にあるとすごくいいんじゃないかなと思います。ということで、こちらのサーキュレーターもですね、4990円で購入することができます。はい、ということで最後はですね、こちらの、はい、クリアケア化粧水ですね。
あれ化粧水ちょっと意外ですねって思われるかもしれないんですけれども、これはね、まあ、暑い夏を乗り切るというか、夏朝起きた時にこうさっぱりとした気分になれるアイテムっていうことで今回紹介をしています。僕ですね、このクリアケア化粧水ですね、もう愛用歴1年半ぐらいなんですけれども、もうねこれが本当に気持ちいいんですよ。まあ、香りがですね、あの柑橘系の爽やかな香りがして、まあ、例えば朝起きて洗顔をした後に、まあ、化粧水つけると思うんですけど、その時にこの柑橘系の爽やかな香りがすることでこう爽やかな気分になるんですよ。本当に、あ、今日も一日頑張ろうみたいなっていう感じで、こう清涼感がある、さっぱりとした清涼感があるっていうのが、まあ、やっぱりこの夏におすすめできる、まあ、アイテムとして、まあ、選ぶべきかなっていうふうに思いました。まあ、実際にね、あのもうこれボトル半分ぐらいは使ってるんですけれども、まあ、あの朝もいいですし、まあ、夜もね、あのやっぱりこうお風呂からこう湯船使った後入って、でそして上がってこのクリアケア化粧水をつけると本当に落ち着くんですよね。あ、なんか今日もね頑張ったなみたいな感じで落ち着くというか、僕はね本当そういった気分になれるので、まあ、夏問わずなんですけれども、このクリアケア化粧水は本当におすすめです。まあ、特にこの暑い夏はね、やっぱりこのさっぱりとした感じ、この清涼感というか、そういったものがね求められる季節だと思いますので、まあ、そういった化粧水探している方はですね、こちらのクリアケア化粧水ぜひ使ってみてください。これはねもう僕がね愛用しているもう一番の商品なので、これはもうねもう間違いないと思います。ということで、最後はですねこちらのクリアケア化粧水、このね、通常ボトル、これがですね 200ml 入っていて、これが1290円で購入することができます。はい、ってことでね、あの今回はあの無印良品で買える暑い夏を乗り切る神アイテム5選ってことでね、皆さんにご紹介していったんですけれども、どうでしたかね。まあ、あのサーキュレーターとか、まあ、あの辺はね、まあ、だいぶこう予想できたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ僕がねやっぱり特におすすめしたいなって思ったのが、まあアクリル冷水筒だったり、まああとはねクリアケア化粧水っていうところですかね。まあクリアケア化粧水はちょっと意外だったかなと思います。まあ僕もね実際にもう1年以上使っているユーザーなので、まあやっぱりねクリアケア化粧水って、まあ、朝起きてこう洗顔をした後にクリアケアのねあの化粧水をつけると、まあ、やっぱりこう爽やかな気持ちになるんですよ。こう清涼感というか、まあ、これからねまた一日頑張っていこうみたいな、そんな感じに、ね、なるので、まあ、クリアケア化粧水はねちょっと意外な商品かもしれないんですけれども、まあ、ぜひ皆さんにお勧めしたい商品になります。まあ、こんな感じであの無印にはですね夏乗り切れるようなアイテム他にもまだまだたくさんありますので、ぜひ店舗に足を運んでみてですね皆さんもチェックしてみてください。はい、ということで今日はですね暑い夏を乗り切る神アイテムご紹介してきたんですけれども、まあ、普段から僕のチャンネルではですね無印で買った商品の紹介、あとガジェットの紹介やってますので、あのぜひチャンネル登録とこの動画のグッドボタン、高評価ぜひよろしくお願いします。あと僕ブログ、インスタグラムやっておりまして、最近インスタグラムまた再開し始めました。でインスタの URL はこちらの動画の概要欄にリンクも貼ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。ブログもリンク貼ってます、ぜひチェックしてみてください。ということで今日はですね動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。